日本の海上で相次いで洋上風力発電の試みが始まっています。着床式は沿岸に近い海域に作られ、ヨーロッパでも実績のある方式です。一方、洋上付帯式は深い海域でも設置可能な発電用風車として、そして日本が世界に広げていく最新の技術として期待されています。昨年末、福島県沖に登場した 世界最大級の洋上浮体式風力発電施設を取材しました。東日本大震災以降、日本では各地で洋上風力発電の研究開発が取り組まれています。すでに銚子沖、北九州市沖では着床式、五島沖と博多湾では 養殖浮体式施設での実証試験が行われています。そして福島県沖でも新たな養殖浮体式の施設を設置しての実証試験を行う経済産業省のプロジェクトが始まっています。東京大学教授の石原武さんはこうした養殖風力発電技術の開発に取り組んできました。水深五十メーターより深くなりますと浮体式 えー、と呼ばれている方式が一般的に使われます、えー、この不大式の場合は港の中あるいはどこの中で、えー、製造しそして海上に、えー、栄光して設置するということになりますので、えー、海上工事が減らすこともできるというメリットがありますこの福島県沖でのプロジェクトは震災からの福島復興が急務となった2011年から開始されました そして昨年11月には福島県の沖合20キロの海上に風力発電施設福島未来が設置されました。1本の羽の長さが40メートル、2メガワットの発電能力を持ちます。またこれからさらに大きな7メガワットの風車2機も合わせて設置され、世界最大級の二体式洋上ウィンドファームが出来上がります。 この経済産業省のプロジェクトは民間企業10社と東京大学によって構成される福島洋上風力コンソーシアムによって実施され、造船や電力インフラ、鋼材、海底ケーブルなどの最先端技術が結集されました。その成果の一つが洋上変電所です。風車が電力を陸上に送るときには効率が課題となります。 そのため、今回世界初の試みとして、洋上変電施設、福島絆が作られました。やはり本当に実証するためにはですね、その変電所についても、プロジェクトの中にないと、将来実際,実際に実証できないというような、えコンソーシアムの中でいろいろ議論をやった結果ですね、プロジェクトに参加させていただくと。風車が発電した電流をその場で高圧化できれば、送電の大容量化とロスの低減が可能になります。 しかし変電用の変圧器は絶縁用の液体に満たされています。そのため波の揺れへの対策が課題でした。鉄心とかコイルっていうものはですね、必ずその液体の液面のですね下にいないと、えー、まあ絶縁がきあの保てないと。まあ普通の作り方をしてしまいますと、その鉄心なりコイルの一部がですね、えー、露出して、まあ絶縁破壊に至るという。今回は揺れてもですね。 その駅面が必ずあの鉄種とかコイルのあの上に行くようにですね、ちょっとそういうような工夫をしております。その工夫には地震や海上輸送の際に起こる揺れに対するノウハウが生かされたといいます。このプロジェクトには東日本大震災後の福島復興への願いとともに、洋上風力発電インフラを世界に展開するため研究施設や 生産工場などを福島の不幸、そして日本の新しいエネルギー、これを自由化して大規模に展開することによって、将来、こういった技術を世界に輸出して、日本の技術として展開していくということを期待しています。日本のものづくりの底力が 再生可能エネルギーの新たな産業技術に結集し、世界を目指そうとしています。